神社チャンネル、今回のゲストは国士啓蒙家の尾名木善光先生です。どうもよろしくお願いします。はい。よろしくお,、ね、お願いします。はい。えっと、今回のテーマが。はい、おそらく、神社チャンネル時にも、ご興味がある方の多い、ムう大陸ということなんですが、その前に。えー、ここだけですか、お伝えしてない特別な情報がございます。フリーメルマがユニバ。 私と、小長ぎ先生の対談動画であったり、限定ライブなどを配信させていただいております。まあ、こういった時代の状況もあって、こういった表向きに発信できる情報も限られてきておりますので、ここだけでしかお話しできないようなこともありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということなんですが、キーワード、ムー大陸です。ね。で、まあ、私の専門分野、神社なんですが、はい もう神道というものをこうずっとこう考えていった時にずっと例えばこう私も神社巡りがすごく好きなので、はい、ちょっとこう見ていきますと神道の,その源流で岩倉信仰というものにつま,つまりは神社の社殿がある前っていうのは山の上に巨石があると。 実際なんでこんなところにこんな巨石あんのかなっていう神社が日本全国至る所各地に存在するわけです、ねうんうん。ありますね。はい。あのー、大宮神社ね、三、うん、大社もそうですし、兵庫県の辺りに行っても六甲姫神社とかもそうですし、うんうん、えっと、今度参拝します、宇佐八幡宮、宇佐神宮でも、小本山という山には頂上に巨石があるという。うんうん、で、熊野の方でも、 上倉神社上の方に巨石があもともとこれあったんかなと思うわけなんですよね。いきななりーンとことあるわけなんですよねで人間がまるでここに動かしたんじゃないのかとちょうどこの山頂のポイントのところに設置したんじゃないのかと思えるような岩倉があったりすると。じゃあ どうやって動かしたのかっていう話とかを考えていきますと、やっぱりなんか超能力なんじゃないのかと思えるようなことも可能性としてはあると思うんですね。で、そのわかりやすい表れっていうのはやっぱピラミッドで、やっぱり現代の科学をもってしても、なんであれができたのかっていうことがわかってない。じゃあ、そこには超能力、もしくは超古代文明の力があったんじゃないのかっていうところと、神道における 古伝継承において、そういった古代文明の話っていうのが、やっぱりこう、残ってるということなんですね。で、古事記の中でも、よくわからんことがあったりするわけなんですね。で、いろんなまは様々はよくわからんことがあるんですが、例えば、神武天皇のお父さんに、鵜がや吹き合えずの絵だと、という神様がいらっしゃる。はいはい、で、全くわかんないわけなんですよね。うんうん、お父さんに当たるから非常に重要な存在なはずなんですけども、うん 全く何も載ってない、この宇賀や吹き合図に関して。で、神道のある流派では、これ宇賀や吹き合図っていうのは、一人の人物ではなくて、そういう王朝だったんだと。で、宇賀や吹き合図っていう王朝があったっていう説があって、じゃあこれがいつの時代かっていうと、そう、有名なムーン、アトランティスの時代だったんじゃないのかという話も聞いたことがあります。で、今回は、おね先生のその研究として、 小な先生の観点から見た、ムー大陸、アトランティス大陸というところについてお伺いしていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい。あ,はい、ありがとうございます。いや、もうそこで触れられるとは思ってなかった。あそうですか、す <laughs>、はい、あの、ムー大陸とかっていうふうなものっていうものが、ただ高等無形なものであるというふうに言われ続けてきた。科学的に証明されないじゃないかと。まあ、実際、あの、太平洋をね、この、まあ、地図で見てみますとね、ムーという大陸が、 存在したと思われる場所がどこにもないんですよね。もう全部深い意味ですから。で、まあそういう意味でこう、まあそんなものあるわけないじゃないか、みたいなことが言われていたわけですけども、でもそもそもムー大陸っていう言葉っていつできたんだよ。でムーっていう言葉は昔から言われてるんですよね。ただムーという、そういうその生活圏というか、いわゆるムー王国みたいなものが存在したという伝承はあるんですけれども、ムーが大陸であったっていう伝承っていうのはないんですね。 つまり、文はもしかしたら大陸ではなかったかもしれない。っていうふうに、こう、先入観を一つ取っ払って考えてみると、なんですけれども、こう、2万年前には、今よりも海面が140メートル低かったっていうことが分かってます。ちょうどぴったり2万年前よりも、一番低かったのが1万6000年前ぐらいになるんですけれども、その頃は、一番低かった時点で今よりも150メートルぐらい。2万年前の時点で140メートルぐらい海面が低くなる。そうすると、今、大陸だとされている、この白っぽいところね。 これ全部陸上に露出しちゃうんですね。つまり,り、ね、陸になるわけですよ。うん、そうするとね、ご覧いただくとわかるんですけども、あの、ここ、今東中とか航海になっているところっていうのが、これが東東亜平野ってもう名前ついてます。東東亜平野。で、朝鮮半島っていうのはその北の山岳地帯。で、琉球諸島って、まあよく言われますけれども、沖縄ですとか、 あるいは石垣島ですとかね、宮古島なんかがありますが、宮古島とか石垣島とか、えー、っていうのは、これ陸続きで、これ山のてっぺんでしかない。これが大きな島というよりも、もうほとんどもう大陸に近いぐらい巨大な島。で、さらに沖縄本島ですとか、この辺の島々も結局こういう大きな島になっているということになりまして、内側に広大な内海があった。 この内海、あの、内海ですから波が静かなんですけど、この静かな内海の名前も、これちゃんとついてましね。これヒルコって言うんですよね、うん。山ビルみたいな形してる、うん。ヒルコは足舟に乗って流しました。ヒルコってのは、こは湖湖。湖はい。だから足舟に乗って流したんじゃなくて、海面が上がってきて、海に沈んでしまったということなのかもしれない。だから、古事記は日本時に書かれている伝承に乗っかってる名前っていうものが、実は、 その、ただ口頭無形な骨のないぐにゃぐにゃ人間だったんですよっていうことではなくて、もしかすると、実際にあった出来事を、そういう象徴的な言葉で表現してるだけなのかもしれないということなんですね。だから、我々が教わってきたことですとか、思っていること以上に、実は日本の歴史ってもっともっと、はるかに深くて、すごいものだったのかもしれない。で、そう見て、そういうふうに見てみますとね、もっと面白いことがあるんです。 これね、これずっとこれ、あの、島自体でしょで、日本列島に行き着くでしょで、ここに今度、小笠原諸島が来るわけですよ。これは小笠原諸島っていうのも、こう、拡大してみるとわかるんですけども、今は、ポツリポツリと島があるだけなんですが、この辺りの、あの、白っぽいところ、ほとんど全部、海上に露出しちゃうんです。あの、パラオって、もう島がいっぱいあるじゃないですか。あんな感じで、要するに、パラオのような状態がずっと続くんです。どこまで続くのかっていうと、 ずーっとずーっと続いていって、なんとマリアナ諸島のガム島まで行っちゃいます。うん、で、ガム島に行きますと、ガム島にこう石中群があって、でその石中群の名前がタオタオモナってんですね。うん、これスペイン人が、あの、現地の人に名前聞いて、これなんだって言ったらタオタオモナだっていうから、タオタオモナってことになってるんですが、我々日本人が実際に現地で言葉を聞くと、これ硬いもの、硬いもの、どう聞いても尊いものにしか聞こえないんです。うん、つまり日本語と同じ語族だった可能性がある。さらに、ガム島から、 パラオにかけて、まあ今はこのニア島なんかあるんですけども、これがずーっとまた島続きになるんです。さらに、<laughs> パラオから、このえバガントって言いますけども、こっちの方へ、こっちの方に向けても、やっぱりまたこれ島続きになってくるんです。うん、で人間って、大海原を見て、向こうに何もなかったら行こうなんて思わないですけど、向こうに島が見えたら、やっぱりいつか行ってみたいなって思うじゃないですか、ね。はい 行ってた可能性があるでここまで来ちゃうとね、ここからまたずっと陸続きで、陸続きで、フィリピンの方に上がってきまして、さらにルソン島を通って台湾に至って、台湾からまた琉球諸島に行って言って、気がつくと、これ、ぐるっと回れるんだよね。しかも、氷河期で非常に寒い時代だったんですけども、赤道で温められた海水が、ここからこう流れて、ここは陸地ですから、 遮られて北上するわけです。これ今黒潮がこう流れてますけども、この黒潮がここでせき止められて、うん、ここから下に降りてくるんです。ここ潮がぐるぐる回るんです。うん、ということは、船を浮かべてるだけで、ぐるーっと自然と回ってしまうんなるほども。もしかしたら、これ、和の国かもしれない。うん、だって、輪っかになってる、ほら、うんどどど。どう見てもこれ和になってます。和の国だったかもしれない。その和の国のことを、 古い言葉で、あの、カタカナナだと、ムって広がりのことを言いますから、うん、あの、大陸じゃなくて、広がりだよ、うんっていうこと、<あ>かもしれないってことですね。うん、本当かどうかわかりませんよ。科学的に、こう、まあ、検証されたとか、っていうことではないんです。ただ、あの、一つ言えることはね、石器なんですけれども、この辺りで発見されている縦長の石器があります。うん 小笠原諸島とかマリアナ諸島で発掘されている石器があります。ここで発掘される石器とマリアナ諸島方面で発掘される石器はほぼ作りが同じです。まあ、そうですよね。島涼ですから。で、ここで発掘される石器がまた同じなんです。<あ>ということは、何らかの文明的なつながりがあったと考えるのが、これが自然ですよね。うそういう意味で、まだまだ現時点でこう立証されているわけではないんですけれども、でも、 もしかするとまさに古伝で伝承されていたムーっていうのが、うん、本当に実在した可能性はあるで先ほどおっしゃられたその「あの国」「いの国」はい「うの国」っていうとそれ竹内むっちゃん先生から聞いた「ア、はい、ー大陸」「イ大陸」「ウ大陸」っていう3つの大陸があったという話です私の、はい、その大陸っていうものもですね、あのー、大陸というか国というか、ね、国ですね国っていうのも、まあ、さっきのこの図に戻りますけども多分この辺に このね、島に一つの国があった。うん、ここに一つの国があったって考えても別に全然おかしくないんですよね。で、この辺なんていうのは、あの、太陽の光がさんさんとこう、降り注ぐ。で、縄文以前ですから、光害がないですから、うん、海の水きれいなんですよね。今でもこの辺の海って世界で一番透明度高いじゃないですか。2>, はい、2万年前だったら、今よりもっときれいですよ。で、ここ浅い海でしょ 海底まで太陽の光が降り続くわけですよ。うん、そうすると当然そこに海藻が茂る。海藻が茂れば今度海藻を食べるためのプランクトンがたくさん繁殖する。プランクトンを食べる魚が繁殖する。その魚をまた食べる魚が繁殖する。ここめちゃめちゃ魚がたくさんいた可能性がある。うんうん、そしたら魚とって暮らすことができるじゃないですか。うん、で、広大な平野もあれば非常に、まあ、温暖であったということは間違いないと思われますので、この辺では稲が。 自生していた可能性もあるうそうしてみるとここに一つの国があった太陽の光に照らされたつまり天照らす、うん、はい宝を生んでくれる原宝の原を持った国天照高牙原っていうねうもの沖縄説ですね沖縄説かもしれない、ね、ありますね高間原沖縄説はございます <laughs> ありますよねだからあのそういうふうなものがただ単に高等無形なものだっていうふうに考えるんではなくて、えー、繰り返しになりますけれども もしかしたら、そんな可能性もあるよねって考えていくっていうのは、すごく楽しいことじゃないかなと思います。世界中の神話とか伝承で、洪水伝説っていうのが起こって,て。て、はいはい、確かに、その海面上昇によって、国が沈むとか島が沈むようなことってのはあったんだと、私は思ってます。ありますね。はい、で、もしかすると、もしかするとなんですけども、これも最近言われてることなんですけども。 ね、海面上昇だとか、抜かんの言われておりまして、今私たちが生きている時代っていうのも、この度の人類がどうなるかっていうターニングポイントに来てるっていう可能性もあるんじゃないのかなってことは思ってるんですよね。あります。はいはい。劇的にあります。うん。あの今シベリアとか南極にある陸上にある氷、うんあれが全部溶け出しますと、海面は確実に今よりも上昇します。それだけではなくて、さらにこう温暖化の影響で気温が上がってきますと。 海面が熱膨張を起こすんです。海水の量が増えるだけではなくて、熱膨張を起こしますので、海面の高さが一気に変わる可能性がある。うん、これは50年ぐらいの間に気温が10度上がったっていうのは、これあの今から6000年ぐらい前から実際にあった出来事でして、わずか50年です。うん、その間、とにかく雨ばっかり降り続いたっていうね、うん、そんな時代もあった。もしかしたら今我々が住んでいるところっていうのは、一瞬にして海に沈んでしまう、うん、そんな時代が来るかもしれない。うん、はい。これは 現実、はい、まあで結構その世界中の洪水伝説の共通点ってやっぱその前に人間の心が乱れるからそうなるんだとうんまあそういう意味で今の私たちの心も乱れてるかなという意味での 心の立て直しという意味でのこの人事チャンネルの活動であり、結び大学であり、尾な先生の活動というところにも繋がってくるのかなと思います。はい。そう思います。今後ともですね、結び大学、もしくは人事チャンネルで学びを深めていっていただけたらと思います。心から立て直すということであります。すね、はい。そしてまあ、今この時代に文を見直すということも意義深いことなのかなと思っております。はい。 今回は分かる話というか確かにそうだよなっていうようなお話だったと思います別にぶっ飛んだ話でも何でもなく世界の中の日本の特殊性というのは古くからのものがそのまま残ってるっている、うん、そうですねあの殺し合って全部失われちゃったっていうことではなくて全部引きずっている全部残っているというのが日本の特徴じゃないですかそういう意味では2万年前とか3万年前の伝承が今残っていても全然実はおかしくないんですよねうんあ。それがもしかしたら神道というものになっているのかもしれないし 我々がまだ知れていない歴史になっていたのかもしれない。はい、はい、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、さらに怪しい話はフリーメルマがユニオンの方でもお話ししていきますので、ぜひチェックしてみてください。いつもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。